尋問開始。ベルデューク博士の手紙。事件の夜、多分午前1時くらいかな、先生のお部屋にお届け物をしたの。待った。午前1時、随分遅い時間ですね。ほら、先生って錬金術師でしょ？だから変な荷物が多くて。ガラス細工の親方に頼んで実験器具を作らせてみたり、野草を集めさせてみたり、それを使った実験も夜が多くて、よく真夜中に配達に行ったの。みんなが寝ている夜中にこっそり実験をやるっていうのが、そういうスタンスだったんですかね。ちなみに事件当夜、ベルデューク博士に変わった様子はありましたか？変わった様子か、それがね、あったの。なんだ？あの事件の3日くらい前、あったでしょ？あの落雷。金成堂だっけ？なんか、突然炎の中から出現したっていう。一応聞くか。ちょっと！よろしいですか、アルグレイさん。あ、なんでしょうか？ちょっと可愛いな、やっぱびっくりした顔。今のレダさんの証言、何か思い当たることでも？あの落雷。確かにあの日以来、ベルデューク様は変わってしまわれました。確かにアルグレイさんが心配したっていうか、なんか、変ね、様子が変わったっていう風に言ってたからね。一体あれは何だったのでしょうか？分かってる前提で殺害したと思うんだけど、違うのかな？突然現れた古い鐘楼と錬金術師、何か関係があるのだろうか？どうやらアルグレイさんも知らないみたいだな。黙ってる気がするんだけどね。ちなみに、あの不思議な落雷は魔法によるものではなかった。ふむ、わかりました。それでは証言を続けるように。先生、手紙を書いてる最中だった。もうすぐ終わるから翌朝取りに来てほしいって。待った！被害者の手紙を見たんですね。さっきも言ったけど、書きかけの用紙がデスクの上にあったの。ちょっと見ただけだけどね、たくさんあったの用紙。それなのになぜ、今は何も書かれていないのか。それ、私が聞きたいの。この、ピーンっていう音をわざわざなんでゲーム内に入れたんだろうね。やれやれ、脳天に響くな。先生、手にペンを持ってたし、ちょうど書いてるとこだったの。それで夜が明けたらその手紙を取りに来るように言われて、そのままベルデューク博士の部屋を後にしたというわけか。お部屋を出て、執事さんにお休みの挨拶をして、それで帰ったの。待った！ちょっと待ってください。執事さん？トレイを持ったアルグレイさん。ちょっと！よろしいですか、アルグレイさん。あ、はい、何でしょうか。先ほどの証言であなたはこう言ってました。あの晩、午前1時過ぎ、ベルデューク博士の部屋で挨拶をしたと。はい、申し上げました。しかし、ただいまのレザさんの証言によると、その時あなたは被害者の部屋の前で彼女に会っていたようですね。なぜ今までそれを証言しなかったのですか？それは、申し訳ございませんでした。すっかり言い忘れておりました。忘れていた？レザ様があの時間に届け物を持ってくるのはいつものことですので、確かにあの晩もレザ様はお見えになりましたね。それを隠す理由などございません。本当にご迷惑をおかけしました。なんか怪しいけど。ふむ、そういうことであれば致し方ありません。よろしいですか、弁護士。残念ですが、アルグレイさんはもう一つ言い忘れたことがあるようです。それは一体、レダさんはあの晩のアルグレイさんについてこう証言しています。トレイを持ったアルグレイさん。さて、アルグレイさん。なんか、飲ませたのかな？その時、あなたが持っていたトレイというのは、一体何だったのですか？パトラス・アルグレイよ、どうやら証言を付け加える必要がありそうです。かしこまりました。アルグレイさんが忘れていたとは考えにくい。何か重要な意味があるはずだ。私がいつものボトルをお持ちしたとき、レザ様はお帰りになるところでした。待った！ボトルってなんだ？いつものボトルというのは？ベルデューク様は深夜に実験をなさる際、眠気覚ましにジュースを飲むのです。なんか机の上になんか瓶みたいなのが確かに置いてあったけど、それのことなのかな？ジュース？トマトジュースでございます。誰が反応してんの？こ
このおっちゃん？これトマトジュースもしかして。ちょっと！よろしいですか、おじさん。おじさん！うわあ、もうな、何回目だよ、このくだり。知らねえ、知らねえぞ、俺っち何にも知らねえからな。このおじさんがあげたトマトジュースだったりするんですかね。なんでそんな慌ててんの。貴様、今度は何をしでかした。そうそう、そんな怖い目で見るなよ、事件バロット教。ほんのちょっとだよ、ほんとにほんのちょっぴりだったんだ。飲んだのか。あー、なるほどね。あれだ、事件のあった翌朝に、アルグレイさんが、シナを読みに行ってる間、エミールが部屋の中をあれこれ探してる最中にトマトジュースを飲み、そして、いきなり眠くなってぶっ倒れたと。これであれじゃない？この事件、この裁判は乗り切れそうじゃない？え？そうそう、それあれだよ。トマトジュースに決まってるだろ。トマトジュース？まあ、まさか貴様。まあさっきも言ったかもしれないが、前の晩ちょっと羽目を外してしまってさ、朝起きたらもう頭がガンガンして、それで先生のところに行ったわけ。ところがあんなことが起こっちまって、現場に一人取り残された時、ふと目に入ったわけよ。あのボトルが。トマトジュース。それでまあちょっと頭がスッキリするかなーなんて。飲んだのですか、現場にあったジュースを。だって仕方ねえだろ、ジュースはまたの名を飲み物って言うんだぜ。それドリンクや。そら飲むだろうぜ。ちなみに、そのジュースのボトルは今どうなっているのですか？そういえば現場を調べたときは見かけなかった気がするけど、押収されました。押収。先ほども申し上げましたが、事件の際、魔法捜査騎士団の皆様が現場の遺品をすべて押収したのです。そのトマトジュースを調べれば、結構、まあまあ、ちょっとあれですね、先走りすぎですね。純粋に楽しみましょう。わかりました。念のため証拠として受理しておきましょう。ん？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 なんか保管されてるけど証拠品として受理されるんですか？事件等や執事が届けたもの、現場でおじさんが盗み飲みしたらしい。その後、騎士団により押収された。はーい。そうそう、あれを飲んでいたら、この子が現れたわけよ。はーい！正直なところ、それから後のことはなんだかよく覚えてないんだよな。いきなりぶっ倒れて寝たんだもんね。ソファーの上で。ぶっ倒れたというわけが。翌朝、約束通りに行ってみたら、あんなことに、でも手紙を探したの。これ証言長くない？結構。事件が起こった現場からあの手紙を持ち出したんですか？まあ、そんな感じかな？うん。バカ野郎！つってね。殺人事件の現場から証拠品を持ち出すなぞ。この上なき重罪になるぞ。はーい！いい返事。なんていうかほら、例えば弁護士さんなら、吊るされてる魔女を守るわけでしょ？どんな汚い手を使ってでも。汚い手かどうかは知らんけどな。そんな汚い手は使えませんけど。それと同じ、私伝言配達してたから、頼まれた仕事はやり遂げたいの。そこに手紙がある限り。まあ、いい仕事の心構えっぷりじゃない？まあ、その心意気に打たれて俺っちも手を貸したわけだけどな。あおー、その海のごとき深い包容力よ。そしてそのごときぼやけた注意力よ。辛口。申し訳ございません。私が屋敷を離れたために、このようなことに。ぬ。そうか、その時、アルグレイさんは、騎士団を呼びに走って行ったんだっけ？そしたら、おじさんが急にぶっ倒れて、怖くなって手紙を見つけて帰ったの。ここ重要なポイントだと思うな。ぶっ倒れた。一緒に手紙を探してもらってたの。そしたらもう、急になの。ばったり倒れて白目を向いて、ピクリとも動かなくなっちゃって。なんだか死んだみたいですね。残念ながら、そうは思えなかったな。あのとんでもない歯ぎしり、あの後耳鳴りが止まらなかったもん。俺っちとしてもあんなの初めてだったな。眠くなったっていうより意識を持っていかれた感じ？あれって何だったんだろうな。なあみんな、どう思う？どうでもいい。今ここから、心からそう思う。これは結構大事なヒントですね、この先。そんな気がする。留守にしていて本当に良かった。私はそう思います。さすがに気づくだろうな、みんな。あ、プレイヤーの皆さんがね。おじさんが急にぶっ倒れた理由、思い当たることはあるか？あるよ。思い当たる証拠がある。おじさんが突然倒れた理由、その手がかりがあるかもしれません。それを、はまた同時にベルデューク博士が、眠っていた理由ですね。ちょっとね。ほんとかよ、青いの。それでは弁護士に証拠の提示を求めます。
おじさんが現場で意識を失った理由を示す手がかりとなる証拠とは、トマトジュースでーす。どうぞ。あの日、現場で突然意識を失ったおじさん、それにはある理由があったのかもしれません。そう、それはその、俺っちが羽目を外しすぎたとかそういう？その理由とは、こいつです。トマトジュース。おじさんは現場でジュースを盗み飲みしてすぐに意識を失ってしまいました。そこには因果関係がある。そう考えるのが自然ではないでしょうか。何が言いたい、青木メンゴの騎士よ。つまり、このトマトジュースには意識を失わせる何かが入っていた。そう。睡眠薬です。早く持っといで。保管庫から持っといで、トマトジュースを。押収したトマトジュースの瓶を。調べといで、調べて。睡眠薬だと？そしてもしボトルの中に睡眠薬が入っていたのならば、ベリデューク博士が殺害された時、意識を失っていた可能性があります。ああこれを見てください。被害者の口元から一筋流れている赤い痕跡。ああ、それトマトジュースね。なるほどね。確かにこれはトマトジュースを飲んだ際の痕跡とも考えられます。なんということだ。G 県検察地、あなたは先ほどこう言いました。首を絞められて抵抗しない者はいない。現場には必ず争った跡が残る。しかし、トマトジュースがあれば、暴れられないでしょうね。従って犯人は犯行後、その痕跡を消したことになる。しかし、首を絞められた時、被害者の意識が薬品によって奪われていたのならば、両手を伸ばせる小さな扉さえあれば、犯行は可能だったのです。しかし、そんな強力な睡眠薬など簡単に手に入るわけが、ここは錬金術師の家ですからね。ああ！そう、簡単に手に入ったのです。お分かりですね。で、錬金術師か。そう、錬金術師の部屋には様々な薬品がひしめいていました。その弟子であれば部屋に入った時、で、睡眠薬を盗み出すことは可能だった。さあ、アルグレイさん、いかがですか？そうですね、一言言わせていただくならば、残念でございましたということになりましょうか。どういうことですか？ベリデューク様の事件から3ヶ月、あのボトルが保存されていたとしても、今更睡眠薬を検出することは不可能だと断言できます。なんで？まだ入ってんじゃねえの？貴様。まさかとは思うけど、あの執事が？でも言ってること、全部ぴったり当てはまるよ。そもそも女であることを隠していたなんて怪しいぜ。あいつが、魔女。なんなの、レタちゃん。いいよ。いいよ、その効果音も。おめえもなってんのかよ。裁判所。裁判、意味遠いはずだと思うんだけど、そんなことないのかな。ちょっと待ってほしいの。この執事さんが、先生の首を絞めたなんて絶対ありえないの。なんで？お願い、もう一度証言をさせてほしいの。ね、執事さん、話してやろうよ。執事さんがどんなに先生のために頑張っていたか。それはちょっと、話が別な気がするけど。レダ様。良いでしょう。それでは証人に証言を求めます。ベリデューク博士とその執事、パトラス・アルグレイの関係性について。なんか動機が見つかったりするのかな？意外と長いね。証言開始。錬金術師と執事。あの方は身寄りのない私を救ってくれた。その恩は忘れません。だから、たとえ魔法が使えたとしても、あの方の命を狙う理由がないのです。先生は立派な人なの。連合配達士の仕事を紹介してくれて。はぁ、あ、はぁはぁ。守秘義務とか先生が教えてくれたから、私一度も破ったことないの。それだけ？確かに被害者は錬金術師ということで恐れられていた一面がありました。しかし彼は人格者であり、その研究を町の者たちのために役立てていました。そんな彼が一体なぜ命を奪われなければならなかったのか、考えてみるとその理由、気になるところではありますね。魔女に理由など関係ない。だからこそ魔女なのが。なんかしらあるんだろうな、きっと。それでは弁護士を、尋問を始めるがよい。証言短くて助かりますね。やるよ。尋問開始。錬金術師と執事。